はい、皆様やっほー。本日もこちら。泥棒をやっつけろ2回目。遊んでいくぞ。それじゃあ早速、昨日の続きから。はい、今日も泥棒さんのこの子登場。ってことでレンガを取ろうとしたら。花瓶を壊しちゃった。ママに怒られる。泥棒来てるのにのんきか。お、なんだこの数字。本棚の後ろにもう一個。そしてカーテンの裏にも。あ、パスワードね、はいはい。数字が書かれてた紙の形と合わせてと。出ました、泥棒撃退グッズ、レンガ。おし、これで準備オッケーだ。このアプリ、だんだん泥棒がかわいそうになってきます。おや、お次もレンガ攻撃か？と思ったら、ぬるぬるローション攻撃だった。少年、階段から落とす作戦を思いついた。相変わらずひどいこの子。さあ、撃退できるか？おし、これは大ダメージ、かと思いきや。残念、ちょっと落ちる高さが足りなかったので。一番上にローションスタンバイ。ここから落ちればさすがに、撃退できるはずよ。いったー。少年の無表情、怖い。泥棒はダメよ、おじさん。お、今度は窓から来る気だな。ボンド、ゲット。このレンガは何に使うのかしら？あ、なんか持ったけど、ちょっとよくわからん。とりあえず一回、ボンドを仕掛けてスタート。はい、いらっしゃい。あれ、これはもしかしたらレンガは動かしちゃいけなかった。うん、そうっぽいな。ってことでね、泥棒さんにレンガヘディングしてもらいましょう。絶対痛い。おし、撃退成功だな少年くん。お、今度はこれ、落とし穴か？でも落とし穴は昨日も引っ掛けたし、同じ手が通用するか。このコンロは火がつくけど、特に使い道はないみたい。やはり、撃退方法は落とし穴っぽいが。どうだ？さすがにね、そこまで泥棒さんもバカじゃなかった。これは何か、カモフラージュせねば。ってことでね、床と似た色探した結果、カーテン発見。これで覆えば完璧だぜ。あ、段ボールの上からか。完成。ああ、落ちちゃった。お次は、なんだこれ、壁に書かれているの。こっちにはおもちゃ？そしてタンスにはパスワード。あの壁の文字、あれがパスワードと見た。ってあれ、ヘリで上見ようとしたがラジコン動かない？お、車の中に電池が、この電池を。リモコンに入れていざテイクオフ。ふ、パスワードは2、5、2、5ね。どんだけ天井高い家だよ、と思っても突っ込んじゃダメよみんな。さあ、タンスの中には何が入っているかな？ロック解除。お、昨日も使ったエアガンじゃないか。ってことは、この後の展開は。ここだよ。ふふ、ナイスショットだぜ少年。自分も男なのに、恐るべし。それじゃあ本日最終ステージ。ここで少年くんにも、レンガの洗礼が。泥棒さんをいじめた罰です。はい、正解のレンガはこれだった。ということで、レンガに始まりレンガに終わる。第2回、泥棒をやっつけろ、でした。それじゃあまた次回お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。
チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。